元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回のテーマは達人になるためには。ということでですね、今回は達人になるためにはその達人の境地という点でですね、考察をしてみたいと思います。いろいろ調べてみました。かつて達人と呼ばれた方、上芝森平王が司会、武田宗閣先生司会、三船十段司会、加納治五郎先生司会、西郷史郎さん司会、まあ様々なですね達人と呼ばれている方がいるわけですよね。古くは宮本武蔵であったりですね、柳生宗則であったりですね、そういった達人の方々はたくさんいらっしゃるんですけれども、たくさんいらっしゃると言ってもですね、ほんの一握りなんですよね。ほんの一握り、その達人の境地まで行くというのは本当に大変なことなんですよ。で、共通点は何かなって探ってみたんですけれども、結論から申し上げると平常心、無、ということですよね。無心、平常心ということでした。いかにその平静平常を保つかという点なんですよ。本当に命のやり取りなんですね。命のやり取りをする中でいかに日常のその平常心を保つことができるか、この一点に尽きるようでした。これはですね、言うのは簡単なんですけれども、やるのはとっても難しいわけですよ。私などもですね、なんとかその感情をコントロールしようと思ってですね、いろいろ試みてはいくんですが、それがなかなか難しいんです。感情のコントロールというのは、平常心ということは感情をコントロールすればなんとかなるかなというふうには、思うんですけれども、それがなかなか難しい。なぜかというと、心というのは心コロコロと言いまして、感情をコントロールするのが難しいんですね。心はコロコロと揺り動くもんですから、これをですねコントロールするのは非常に難しいと言われている。何人の方がそれできているでしょうか。 1% 満たないと思うんですよ、全世界の中でですよ。それだけ難しいことなんですね。私ができるとするとですね、顔の筋肉を動かすか、もしくはですね言葉、この2つだけなんですよ、やってるのは。それしかできません。なぜかというとですね、まあ、人間というのは感情で動きますよね。感情で動くんですよ。例えば嫌なことがあるとこの野郎とムカつくし、ね、悲しいことがあると悲しむし、涙が出るし、嬉しいとやったーということでですね、万歳三唱することもできるんですけれども、なかなか難しいわけですね。本当に辛い時にですね平静を保つというのは難しいんで、私がやってるというのは顔の筋肉を動かすということと言葉だけなんです。その2つだけなんですよ。顔の筋肉というのは笑えば筋肉って動くんですね。顔の筋肉は、だから嫌なことがあってもですね笑ってしまえば脳はそれに反応するんですよ。脳はそれに反応して楽しいことを考え出すんですね。ですから言葉もそうなんですよ。嫌なことがあってもですねムカつくって言葉で出してしまうと、ムカつくことを頭は脳はイメージをしてしまうんですが、ね、ついてるとこれでよかったんだと、俺は運がいいというふうに思えばですね、運がいいことを脳は考えるようにできてるんです。ですからその2つだけなんです、実行しているのは。それだけでもね、違うんですけれども、じゃあ命のやり取りをする中で平静を保つことができるかと問われればできませんよ。難しいですよ。とてもじゃないけどできるなんて言えません。で、その達人と言われている方はそういう状況下であっても、ね、平静を保っていたんですよ。どれだけ難しいかってことですよ。私もですね、日本刀を目の前にしたことがある。足がすくみました。こんなものですね、こんなものを大上段に振りかざされたもんだったら、これえらいこっちゃと、えらいこっちゃと思ったんですね。とてもじゃないけど平静は保てないなと思いました。拳銃を目の前にしても平静を保てるかというと、やはり足はすくむと思うんですね。戦争に行った方に話を聞くとですね、銃弾が飛び交う中でいかに戦っていったかということを考えると、もう無我夢中だったっていうんですね。それでも入っていかなきゃならないんですよ、戦っていかなきゃならないんですよ。帰ってきたということはそれを乗り越えたということなんですね。それだけね、重みのある言葉でした。達人はそれを超えてですね、いつでも平常心であるということなんですよ。で、平常心であるためにはどうすればいいかということをですね、柳生宗則さんはね、こう話してるんですよ。例えば勝とうとする、ね、自分の技を使おうとする、ね、打ち込もうとする、ね、待ち構える、考えた時点でもう病気だって言うんですよ。病気だって、要するに固執する事態がもう病気なんですって。
あの方はね、病気という表現を使われてました。それだけ、固執してはいけないってことなんですよ。無になれってことなんですよ。無になろうとすればするほど雑念っていうのは湧いてくるんですよ。皆さんね、人間っていうのは一日何回思考してるかお分かりですか？一日何回思考してると思いますか？なんと6万回も思考してるんだそうですよ。6万回も。で、その中にね、やはりプラスの想念として、プラスの言葉を、そしてプラスのイメージを持っていくか、もしくはマイナスのイメージを持っていくかということなんですが、人間というのはマイナスに考えるようにできてるんですよ。だから備えあれば憂いなしって言うでしょ。冬になればそれに備えるわけですよ。そういう DNA が組み込まれてるんですよ。だからマイナスに考えるようにできてるのを、なるべくプラスに考えるように努力をしなきゃならないんですよ。で、それが難しいことなんですけれども、達人というのはいつでも平常心でいられるように修行してたんです。難しいですよ、はっきり言うと。言うのは簡単だけど、ね、いかにしてやってたか。だから例えば座禅を組むであるとかですね、いろんな精神修行もするんです。ただね、佐川義行先生に言わせると、武術家だから武術においてそれを成し得なければならないと。禅を組むというのは言語道断であるというぐらい言ってらっしゃるんですよ。そういう考えもあるんです。そういう考えもあるね、武人であるからにはですね、禅を組むということではなくて、その武芸の中で培っていけというのが佐川先生の考え方ではあるんですが、そうは言いつつも、例えば宮本武蔵であってもですよ、ね、佐々木小次郎との戦いの後、山ごもりをしたわけですよ。精神修行をするんですよ。20年もかかって下山するわけですよ。ということは、それがね、いかに難しいかってことなんですよ。ね、平常心でいるのがいかに難しいか。命のやり取り。要するに、一歩間違うと待っているのは死なんです。その境地まで行くためにはどうしたかということで、まあ、禅を組んだ方もいらっしゃるし、一番のやはりその肝を練るという部分では、戦いに勝つということなんですって。戦いに勝つ、もう負けたら死んじゃうんですよ。負けたら死んじゃう。だから達人というのは、まあ、当然生き残ってるわけですよね。だから達人として崇められるんですけれども、連戦連勝しないと死んじゃうんです、戦国時代は。それを乗り越えていくためには、まず肝を練らなきゃいけないでしょ。究極のところね、究極のところを言うと、やはり実践訓練の中で培っていけということらしいんですけれども、でもその前段階があるじゃないですか。だから禅を組むのも OK なんですよね。いろんな方々はその自分の肝を練るためにいろんなことをやっていったんですよ。やっていった。そしてあの境地まで行った。要するに執着をなくせということなんですって。よく相撲の世界でも言いますよね。優勝インタビューで、自分の相撲を取ろうと思ってましたって言うんですよ。勝とうとしてダメなんですって。野球でもそうじゃないですか。ね、2アウト満塁、ね、1打サヨナラ。この場面でバッターボックスに立った選手が、ね、ランナーを返してやろうというような考えを持ってしまうと、やはり体が硬直しちゃうんですって。もう自分のバッティングをするしかないなと。とにかく無心でバッターボックスに入りました、立ちましたって言うじゃないですか。あの境地ですよ。あの境地をいつでもやっていたのが達人なんですよ。達人。難しいですよね。あの1年前だったか一昨年だったか、大リーグのホームラン競争に大谷翔平選手が出たでしょ。あの時も私見てましたけれども、あ、肩に力が入ってるなっていうのが分かりましたよ、私でも。だから飛ばなかったんですよ。でも一本の電話によって気持ちをリラックスした後には、いつもの大谷翔平のバッティングに戻ってですね、ライトスタンド、センターに、そしてレフト方向にホームランを飛ばしてました。それだけ平常心ってのは難しいんですね。打ってやろうという気持ちが出てくると、体がやはりそれに反応してしまうんですね。なかなかですから、いつでも平常心というのは難しいわけですよ。それをやってのけたから、その達人の境地まで行けたということなんですね。で、これをですね、じゃあ日常生活の中で我々はどうやって培っていけばいいかということなんですけれども、やはりね、まあ、言うのは簡単なんですが、稽古は実践のごとく、実践は稽古のごとくなんですって。稽古の時でも実践を想定してやれ、真剣にやれっていうのはそういうことなんだそうですよ。それだけ難しいことなんですね。それだけ難しいこと、それをやっていかなきゃならないということに、なるわけなんですよね。ですから本当に言うのは簡単なんですけども、それを実行するのは本当に難しいことなんで、ね、皆さんも当然
まあ、合気道をやってる、空手をやってる、柔道をやってる方もそうだと思うんですが、達人の領域まで行きたいと思ってるじゃないですか。私もそうですけど、なかなか難しいんですけれども、やはり日頃の鍛錬といいますか、日頃の稽古というか、それをですね、本当に実践を想定しながら、いつでも真剣に、いつも以上に真剣にね、やっていくしかないんじゃないかなというふうに思います。時に座禅を組むのもいいと思います。ですから、いろんなことで自分のね、感情をコントロールしながら、日常生活でもそうなんですけれども、ぜひね、頑張っていただきたいなというふうに思ってます。達人になるためには本当にですね、並々ならぬ努力というのが必要となってまいりますけれども、それを乗り越えたから、やはり達人というね、領域に行ったんじゃないかなというふうに思います。まとめると、執着を捨てろということですね。執着を捨てろと。勝ちたいとか投げたいとか、そういった思いを一切捨てて、無になる。で、無になろうとするとまた雑念が湧いてくるんで、この繰り返しなんですよね。この繰り返し、答えはなかなか、見出せないかもしれませんけれども、一歩一歩前進していけばですね、日々近づいていくということは間違いないと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思ってます。今回は達人の境地、達人になるためには、こういった、テーマで話をしてみました。以上でございます。元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー